ジェイド・ツムとの交流にすっかり夕方だね。さて散策はこれくらいでいいでしょう。そろそろ寮に帰りましょうか。キッチン行ってみ。アズールとフロイドいるから。モストロラウンジでの仕事についてツムさんに説明をしなければ。おや、ん、あ、なんだなんだ。ジャックン見つかった？ん、今回まさかサバナクロも出てくるとは。全然ダメっす。一体どこに？ライリーさん、ジャック君、あ、レオナを探してるのか。何かあったんですか？あ、ジェイド先輩、レオナ先輩を見ませんでしたか？今朝から姿を見てなくて。ツムたちが学園に来たって話をした途端、面倒事はごめんだってどっか行っちゃったんすよ。せめて寮長のサインが必要な提出期限ギリギリの書類をかざしてからにしてくれれば。そういうのあるんだやっぱ。ここまで必死に探し回る必要はなかったのに。いい迷惑っすよね。おや、そうなのですか。キノコのカバーかけてますよみたいな顔して、かけちゃったな、まあいっかみたいな顔して。ほら、ツムももう、ジェイドツムももう、まあいっかみたいな。しかしサバナクローの皆さんが総出で探しても見つけられないなんて珍しいですね。獣人族の生徒もいるとなれば、大まかな居場所くらいすぐに突き止められそうなものですが。あ、そっか、キノコのカバーだからレオナの匂いがしないのか。キノコの匂いのせいで。なんだそれ。普段はそうですけど、なぜか今日は植物園の中でレオナ先輩の匂いが途絶えたんですよ。匂いが途絶えた。驚くなよ。お前がやったんだから。まったく、どこ行ったんすかね。学園にツムが来たって言ってもサバナクローには来てないのに。ジェイド君、もしどっかでレオナさんを見かけたら寮に戻るように言っといてくれない？皆さんが見つけられないのに、僕なんかがレオナさんを発見できるかどうか。こいつ。ですが分かりました。万が一レオナさんを見かけたら伝えておきますね。ま、ツムを引き連れたジェイド君に言われても余計警戒するかもだけど、よろしくね。シシシ。なんだもう、何も言わん。ほんでジェイドは何も言わん。ツムさん、楽しそうですね。混乱するサバナクローの皆さんを見て喜ぶとは、あなたもいい趣味をしてる。お前そっくりだよ。本当にお前そっくりだよ。おや、僕の人のことは言えないと？否定はしませんが、しかし、ツムさんもなかなかうまくやりましたね。レオナさんとの距離を詰めるだけではなく、彼がいた痕跡まで消してしまうとは、それに関しては偶然なんじゃないか。ほら、偶然ですが、みたいな。あ、そうみたいな顔しとるもん。僕には隠さなくても結構ですよ。すべて分かっていますから。ね、かけたね、ファサーって。レオナさんに布でかけてあげて、つって。前回のやつですね、これ。もしかしてそれは園芸用の保護シートですか？掛け布団にするのはどうかと思いますが。掛け布団ってことは別に顔まで隠れてないもんね。あなたがレオナさんにかけた保護シート。あれはカモフラージュを目的としたものだったのですね。なのかな、結果オーライな気がするけど。ピンポンっつった。モンハンか、お前。モンハン3の頃のピンポン思い出したわ。懐かしいな。園芸用の保護シートは周りの土や植物に溶け込みやすい色をしてますし。なるほどね。実際植物園で頻繁に使用されているシートなので、地面に敷いてあっても違和感は覚えません。さらに周囲ではキノコも育っています。残念ながらツムさんが乗って潰してしまいましたが、その結果キノコが通常より強い香りを放っていたので。あー、なるほどね。レオナさんの匂いもごまかせたのでしょう。まさかキノコを潰した時点でレオナさんが身を隠していることに気づいていたのですか？え、本当に本当に。レオナさんとの距離を詰めつつ、サバナクローの寮生が探しに来ることも考慮して匂いを消した。サバナクローの混乱も偶然ではなく、きちんと仕組まれていたものであったと。本当か？だとしたらジェイドツム有能も有能じゃないか。ツムさんはつかみどころがない。本当に面白いですね。つかみどころがないで言ったらジェイドお前もだけどな。そうだツムさん、寮に戻る前に植物園にもう一度顔を出しておきませんか？ほう、もう一回行くんだ。ツムさん、恩を売るときは分かりやすく、相手に理解してもらえるように売るのが大切ですよ。やだ、オクタビネル寮の起きてみたいな。今のままではレオナさんが起きた時の園芸用の保護シートを邪魔だと思って剥がすかもしれません。経緯を説明し、サバナクローの皆さんがどこを探しているのか情報も伝えて、
レオナさんに僕たちが味方であると思っていただきましょう。今後につながりますからね。はあ、怖い。それでは行きましょうか、ツムさん。妙だな。今レオナ先輩の名前が聞こえたぜ。奇遇っすね。俺にも聞こえた。恩を売るとかなんとか。そりゃそうだよな。だってこっちは関係ねえもんな。縁起用の保護シートもかぶってねえし、耳も鼻もいいんだからさ。おや、お疲れ様です。この後に及んでまだこの笑顔でできるんか、こいつは。サバナクローの皆さん、何か忘れ物でもありました？肩に乗ってるジェイド妻も一緒ににっこりしてんのがすごいよな。野生の勘ってやつ。もしかしてジェイド君が何か隠してるんじゃないかなって。野生の勘で勝てないからな、サバナクローには。その白々しい反応を見る限り勘は外れてなかったみたいっすね。ジェイド先輩、本当はレオナ先輩の場所を知ってるんじゃないですか？いえいえ、僕なんかが存じてるわけありません。それに隠す理由もないでしょ。僕はただレオナさんがどこへ行ったのかツムさんと予想を話していただけで。ね、ツムさん。ちょ、なぜそこでハテナなんですか？ハテナは見えねえだろ。嘘だろ、ハテナ見えんのかな、この世界。話を合わせてください。怪しすぎる。あ、なんかジェイドがこの困り顔してんの見たことない気がする。こんな顔するんだ、ジェイド困った時。ちょっと詳しい話聞かせてもらおうかな。だから誤解ですよ、ライギーさんたちにお話しするようなことなど。あ、どうしてこんなことに。まさかツムさん、僕までも。まさか。うわあ。ツムの方が一枚上手だった。怖っ。ルークツムとの交流に。あ、あれか、美しいもの見せてあげるよって言ってビルの部屋行ったやつか。わけわかんねえもんな、普通に。なるほど、美しいものに目がないツムなのね。それで私の顔をじっくり見つめていたと。まあ悪い気はしないだろうけど。美しさの何たるかをちゃんと分かってるじゃない。ハート出て、もうアピールがすごい、もう。それに一定の距離を保って干渉するにとどめているのも礼儀があっていい。ルークだな。同行したファンに手を焼かされることも決して少なくないから。あー、やっぱちょっとマナーが悪いね。突っ走っちゃうファンっていうのはどこの界隈にでもいるってことだな。美しいものと対峙する上での当然の振る舞いさ。身勝手な振る舞いは決して美しくないからね。うん、確かに。君を困らせてそのカンバセを曇らせるのは我々としても本意ではないのさ。カンバセて、ようそんな言葉使うね、君。これからもその調子で頼むわ。それで満足したの？この後は映画研究会の活動があるんだけど。ビルのことはいくらでも見ていられるけれど。引き止めるなんて無粋な真似はしないさ。そう、じゃあ私は行くわ。気をつけて行っておいで、ビル。お見送りまでしたよ、ビルの部屋で。さて、ムシュツム、君はこれから何がしたい？ね、何がしたい？あ、購買部。おう、あ、エペルか。さて、そろそろ寮に戻ろうかな。お買い物でもしてたんかな。ん？うわ。なんか来た。あ、よ、一般通過ツムになった。今のってルークさんにのツム？ルークさんと寮のツアーをしてたはずじゃ。おーい、勝手に外出ちゃダメ。ノン、心配は無用さ。怖いよ、びっくりだよ。五勝ぶりのびっくりだよ今。うわ、ルークさん。静かに。私は今ムシュツムの後を追いながらその行動を観察してるんだ。何してん君、何してん。尾行してるんですか？なぜ？彼の瞳に強い意志を感じてね。きっとどこかに行きたい場所があるのではと思ったのさ。なんか人間の行動を観察するのも趣味みたいなところあるから、もう未知の生物の観察なんて楽しくてしょうがないんだろうな。寮の中でも美を乱していた彼が学園で何を探し求めているのか、それを確かめたいんだ。そっか、ツムの瞳に強い意志が。強い意志が。
どう見ても普通のツムの目だ。それで正しいんだよ。ほら、エペル君もおいで。きっと楽しい。いや、美しいものが見られるよ。なんだ、ビル以上の美しいもの？え、僕も行くんですか？あ、なんかどっか、一般通がツム。茂みに？あれ、ツムが急に茂みの中に。さっきまで普通の道しか歩いてなかったのに。我々も入ろう。何か理由があるのかもしれない。本当かな。まあここまで来ちゃったから付き合います。で、あ、学園裏の森に行ったのか。勾配前の茂みかと思ったら何があるんだ。そこでなんかカリムツムツンツンされてたけど、うん、枝がチクチクする。はって進んでんのこれ今。何これ、ツムどこまで行く気なんだろう。もうどん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 進んでいく。一本橋に、おや止まった。ツムの視線にあるものは果たしてこれ以上ん。あ、映画研究会見に来たの。一緒に行きゃよかったのに。でもそこもやっぱ礼儀として。監督やってんだっけ、ビルって今。おや、映画研究会ってことはオルトもいるのか。メインストリートも戻った。見せてちょうだい。うん、いい絵が撮れてる。演技の方向性もバッチリ。リハはこれで終わり。日が沈むまでにこのシーンを撮り切るわよ。あー、なるほどね。集中。はい。お、英検ってなかなか。あ、でもイベントとかもなかなか出ないもんな。ビルさんと、あれは映画研究会の人たち？今日はメインストリートで撮影だったんだ。嬉しそう。なるほど。ムシュウツムが茂みの中に入っていたのはこれが理由だったんだね。あ、邪魔になっちゃうってことか。わかるよ、ムシュウツム。自らは介入せず、美しいものを見たいというその気持ちが。どういうことですか？彼はきっとビルの話を聞いて思ったんだろう。自分も撮影風景を見てみたいと。けれどビルや映画研究会の邪魔になりたくはない。そんな奥ゆかしい心が茂みの中を選んだのさ。あ、そうっすか。ここならカメラの画角にも演者の視界にも入らない。観察するにはうってつけのスポットだけど、ちょっとストーカーっぽい。ここをよく見つけたね、ムシュウツム。やはり君は私と同じく美を愛するものだ。そう、フィーバーとかじゃないんだね。あ、うるさくなっちゃうからか。あ、ほんとルークさんにそっくりだ。ああ、真剣に撮影に向き合うビル。それを全力でサポートするメンバーたち。なんと美しい。楽しそうだ。じゃあ僕はそろそろ。いけない、エプル君。茂みから頭が出てしまうじゃないか。え、もしかして撮影が終わるまでずっと茂みの中にいないといけないんですか。し、大きな声を出すと撮影の邪魔になってしまう。これも美の探求のためだよ、エプル君。帰りたい。エペルが巻き込まれてる。さあ本番が始まるよ、ビル。そして映画研究会のみんなの活躍をツムと一緒に見届けよう。スタート。ぴったりな SE だね。すごいな。で、料理を作り終わったアズルツムたちは廊下を歩いていた。さあツム行きましょう。次はこちらですよ。こちら、まだあんのか。まだまだやる気十分ですね。その調子で頑張ってください。うまかったね、海蛇くんの料理。次はどこで何すんの。すぐにわかります。さあツム、到着しましたよ。お先にどうぞ。嬉しそう。どこだ、教室。なんで、あ、ボドゲ部か。教室、ツムにテストでも受けさせんの。書けないでしょ、その手で鉛筆。いえ、実はこの教室はボードゲーム部が部活動で使用してまして、今回はこのビジネスマジックというボードゲームを僕とツム、フロイドの3人でプレイして。何それ、ビジネスマジックって。物事に対するツムの総合的な判断力とマドルを稼ぐことに対する意欲を見るのが目的です。見てどうすんの、今日帰っちゃうんでしょ。いる、それ研究のためなのかな。それってボードゲーム部でわかるもんなのね。え、ビジネスマジックは一種の経営戦略ゲームです。ああ、サイコロの目で引くカードの枚数を決めて、企業、様々な
商品の開発や展開、広告、さらには乗馬や他企業の買収まで様々な戦略を繰り広げて最終的な総資産額を競うものなんです。楽しい？それ好きな人は好きなんだろうけど。さすが僕にいたツムは理解が早い。他企業の買収が可能ということはつまり他のプレイヤーの会社も買収できるということ。気を抜いていたらあっという間に凋落し自社を失うこともある。シビアなゲームなんです。楽しい？それ面白いのかな。それもしツムにマドルを稼ぐ欲求が存在すればより総資産額が大きくなるように動くでしょう。ああ、まとめるととりあえず普通に遊ぼうって感じ。それなら早くやろうよ。積極的で何よりです。では早速。あ、そうだ、いいこと思いついた。せっかく勝負するんだし負けたやつの罰ゲームを考えとこうよ。そんなことを言っていいんですか。僕は経営者ですよ。まあ罰ゲームをしたいというなら止めませんが、フラグ立てんな。俺だって負ける式ねえし。でもツムが罰ゲームすることを見てもつまんねえかな。負けませんけどみたいな顔してる。あ、すっごいアップになる。ほんでなんだよツム、その生意気な姉、もしかして俺に勝てると思ってるわけ。全員引く気はないということですね。ならば思う存分勝負といきましょうか。どうやってカードとかどうやって引くの、そのツムの手で。大口叩いたんだから負けた時は覚悟しとけよ。それはこっちのセリフですよ。かかってきなさい。ボードゲームするんだよね今から。まるで喧嘩するみたいなさ。え、いやなんかえ嬉しそう。あ、サイコロ。ツムの目は6。すげえじゃん。会社の時価総額が30億マドル超えた。多いな。動いてる規模が全部でかいの。うん、ふんじゃなくて、え、パズルってサイコロの目引くのなんか努力で5を引こうとしたもんね。ツムまたデメガロカだ、調子いいね。どれどれ。ブームで事業が大成功、2億マドルの営業向上だって。すごいな、2億動いてる。なるほどなるほど。え、ツムのターンしか回って、なんかリアクションおかしくね。てっきり悔しがると思ってたのに。おかしいんだよな、やっぱおかしいよねこれ。ああ、いえ何でもありませんよ。やはりビジネスマジックは面白いと思いまして。まあズルも頑張りなよ。今のところは俺とツムの方が圧倒的に勝ってるけどね。やっぱそうなの？やっぱそうなんですか？何これ。本当に何これ。何アズルとツム目くばせなんかしちゃってさ。あ、共闘しているってこと。ゲームも中盤に差し掛かってきたところで、あ、僕は他プレイヤーと業務提携をしようと思います。そう、本当にそういうゲームなの。あ、こっちと。ダントツ最下位のアズルと誰が営業提携なんてするの。俺は絶対お断り。さてどうでしょうね。ツム、いかがです、僕と業務提携しませんか。あ、いいんだ、これで会話してんのすごいな。あなたなら喜んでくれると思いました。え、なんで。連続で6を出すサイコロの技術、順調に会社を大きくするその手腕。うん、それを見て確信しました。ツムは外見だけでなく内面も僕によく似ていると。うん、そこで僕はツムと協力することを見据えて利益は度外視し、ひたすら販路を広げていたのです。おう、あ、なるほどね。お互い効率よく会社を成長させるためにね。うわ、すぐ来る、面白くなっていったじゃん。さあツム、手を組みまし、ゲス顔すんな。共に事業を拡大し、いずれはフロイドの会社を手中に収めるのです。わあ、スタートした、これからってこと。うわ、怖。ようやくゴールできた。結果はフロイドダントツ最下位です。残念でしたね、途中までは順調だったのに。いや、よくよく考えたらおかしくね、途中から俺ボコるのが目的になってなかった。合ってるみたいな音出すな。めっそうもない、フロイドを徹底的に任すつもりなら序盤でさっさと買収してましたよ。さてツムとは僅差ですが僕の勝ちですね。
広告に力を入れていたことが決め手になりました。おうそんな安いなかなか聞かない。ですがいい勝負でしたよ。今度は別のボードゲームもやりましょう。あ、嬉しそう。ボードゲームも好きなんだな。疲れた。つーかまだやんの？完全に目的が遊ぶことに変わっちゃってんじゃん。いつの間にか意気投合してるし、アズールが2人に増えたみたいだわ。つむ、次はこれなんてどうでしょう。僕がよく遊ぶ経営シミュレーションゲーム好きだねもうちょっとなんかない？もうちょっとさ、なんじゃもんじゃとか出てくるボードゲームなんじゃもんじゃなんだよな。いいんだ、嬉しいんだ。頭使いそうで大変そうだねそれね。いいんだ、いいならいいけど、ツムが遊ぶんだし